本日ご紹介のだら茶豆は早生白山だら茶豆になります。いわゆる鶴岡でいうこちらですね、本豆と呼ばれるだら茶豆の品種になります。本豆というこの鶴岡市の品種の定義はないんですけども、こちらの早生白山や品種の次の品種の白山というものが、鶴岡市では主に本豆とか呼ばれることが多いですね。8月上旬頃でも早生白山を出す農家さんもおりますので、ちょっと本豆の定義というのは難しいかなとは思ってます。ただ品種が一つの目安になりますので、こちらのもう早生白山、先ほど申し上げました通り白山というのが本豆と呼ばれます。先日甘露という豆をご紹介したんですけども、またちょっと違いまして、もうこういった感じに先日の甘露よりまたさらにちょっとくびれ感があるような感じになりますね。ボンキュッボンという感じでしょうか。こうちょっとこう少しこう湾曲になるような特徴を持っているのが早生白山と次の白山も同様ですね。農家さんによって多少の数日ずれはありますので、もう何日から何日までという定義はありませんので、おおよそお盆前後から8月そうですね、20日22ぐらいまで出る品種になります。次の品種は白山だら茶豆になります。